レッドブル、クラッシュドアイスレッドブル、クラッシュドアイスは、レッドブルが毎年ウィンターシーズンに開催しているアイスクロスの大会。2019年から2020年シーズンより、アッツ連盟が主催する世界選手権となり、大会名称もレッドブルアイスクロスに解消されている。2001年にスウェーデンストックホルムで初開催。レースには、 アイスホッケーの選手などが出場し、選手はライダーと呼称される。男子は2009年シーズンまでは個別の大会ごとに優勝者を決定していたが、2010年シーズンよりワールドチャンピオンシップとなって、ポイント制でシーズン中に最も多くのポイントを獲得したライダーが総合優勝となる。女子は2009年シーズンから参加が始まり、2016年シリーズより、 ワールドチャンピオンシップとなった。ジュニア部門は2017年シーズンより開設された。欧州、アメリカを中心として開催されている。2018年12月7日8日にはアジア初開催として日本の横浜で開催された。選手の胸にはレッド、ブルのワッペンをつけており、新人を除いて記載されている数字は毎シーズンの 世界ランキングとなっている。レースは2日間の日程で行われる場合、1日目が予選日、2日目が決勝日である。出場枠はワールドランキング上位64名のほか、開催国枠として最大7名などがある。決勝日は男子、女子ともに1レース4人のライダーが滑走し、上位2名のライダーが次のラウンドに進出する。 ノックアウト方式で行われる。最後に残った4人の中からファイナル4で優勝を決める。男子は予選を勝ち抜いた64人が、ラウンドオブ64、ラウンドオブ32、準々決勝、準決勝の計4回勝ち抜くと決勝へ進出となる。女子は予選を勝ち抜いた16人、ラウンドオブ16、準決勝の計2回勝ち抜くと決勝へ進出となる。 選手同士が接触することもあるが、悪質と判断した場合は、ゴールあと6秒以内にボタンを謳歌することで抗議できる。ありがとうございます。